ね、給料か、給料大きい声出すね、言うてね、ごめんね、もう聞いてくれる？あの、はい、戻してやるよ、入れないよ。ちょ待って、ごめん、今乾燥かけ取ってバカうるさいねんけど、はい、皆様安定のうきちゃんの、寝坊です。沖本さんちへいらっしゃい。焦ってません今回は。なぜならともう起きた時間が出ないといけない時間だったっていうことで、うん、でもできるだけ急ぎ目で化粧しようっていう時はそれはカメラ回すわねって、そういう感じです。はい、というわけでも早速今もう変わったんでとりあえず化粧水だけ塗ります。ね、人生で何回これを繰り返せばやめれるようになるんでしょうか。あなたの寝坊癖いつまでたっても治んないよ。10代から1個も変わってないよ。ちゃんとせえ。実は今日から東京に行くんやけれども、しっかり大雨で電車が止まってるらしいです。どうするんですかって。新幹線は止まってないけどどうするんですか。新大阪まで何で行くんですかって。ね、お金すごいかかるよ、タクシーで行ったら。ねー、ついてないね。その上寝坊ね、舐めてるね、ほんと。寝坊するから運が悪い。絶対そうやわ。絶対そうやわ。なんかさ、もう最近運気がすごく悪いのか、あのびっくりするぐらいついてない事件が起こるんですよ。まあ、なんていうの、駅までついて財布を忘れてることに気づくとか、自転車に乗ろうと思ったら鍵をなくしてしまうとか、そういうことがすごい多いんですよね。もう全部運の悪さで、はあ、昨日寝坊した理由は分かってない実は。またウキちゃんの悪い癖、夜中に編集モードに入ってしまって、もう夜中になんか覚醒しちゃうのやめへんかなみたいな。早く朝起きて朝に覚醒するみたいな体になってくれへんから、頼むから。そうじゃないと何回も繰り返すよこういう事件ね。もう今回焦ってないし、その場合やし。でもちょっとこのままでは人として成長しないっていうことで、ウキちゃん寝坊しない企画を作ります。寝坊したら罰金制度にしようと思ってる最近。寝坊したら貯金箱に1万円入れるって、1万円って大打撃やろ。1万円なくなるって大打撃な、さすがに起きるやろ。でもそれだったらただの貯金になってしまってなんか良くないから、その溜まった1万円をおかんとの飯代に使うってことにしよう。だから誰かのために使う貯金にするわじゃあ絶対寝坊するやん。もう違う違う、どうしよう、その食べた1万円をドブに捨てるっていうことにする。最悪やんそんな。さすがにそれやったらやるやろ。さすがに寝坊せんやろ。なんか梅雨って嫌よな、みんな。あの梅雨の時期偏頭痛起こりますよみたいなタイプの人いらっしゃいます？うきマジで頭痛がやばくてさ、曇りの日もうなんかこう頭痛って何もやる気起こらんのよ。もうロキソニンが友達みたいな。うき夏が一番好きやねんけど、夏前の地獄を味わわないと幸せをかみしめれないんですかって。どうにか6月だけもうちょっと幸せに過ごせるようになってくださいよって感じで、季節もうちょっと加減してやみたいな。はぁ、もうやりなっちゃう。喋るワードも出てこへん、頭が痛くて。なんか頭痛ってさ、活動の全てをなんか担ってる気せん。なんか足が痛いとか腕が痛いとかさ、お腹が痛いとか、もうお腹痛いのもきついな。だけど頭が痛いってなんかマジで自分体悪いんやって気分になるのよ。それが嫌なんよ。なんなのこの気圧の変化で頭が痛くなる人だな、人の変化。もう頭痛くならん人種になりたいって、そろそろ。頭痛が起こる原因ってやっぱ仕事してるからさ、肩が凝ってるからかなとか思ってストレッチとかやってみるんやけども、もうストレッチしてる最中したら血流が上がって余計頭痛なんだよね。なんでみたいな、なんでみたいな、治すための努力をせめてさせてくれよって言うて、頭痛とか考えたやつ、マジで頭痛っていうメカニズム考えたやつ誰。頭痛いって一番ストレスやからな。まあ、なぜこれ新幹線が止まってしまった場合よ、これ私どうなるの今日。やかましいね。はあ、多少もうちょっと焦れるかなと思ったけど、全然ゆっくりやっちゃってしまってるし、もうダメです。私今日、あなた今日ダメな日ですわ。道具もあんま回すべきじゃない日なんじゃないですか、もしかして。でもそう思っても私はストックがないので回しますと。なんだい、いらっしゃい。そうだ、ご飯いっぱい食べた。そうだ、うちのね猫の末っ子のねラムっていう子なんだけどな、マジでクソやんちゃ坊主すぎてさ、
最近ルンバを買ったんです、うっちゃん。もう缶毛器。もうこの夏に向けての猫の毛の変わりシーズン。すごい量が抜けんのよ。マジで。もう、一日掃除機回さんかったら、足の裏毛だらけみたいな、歩くたびに。みたいな、それぐらい毛抜けるんですけど、もうそれが耐えられへんくてさ、ちょっと掃除機かけたら思って気づいたらさ、こう、体パーってかき上がって、かいた瞬間毛回るじゃないですか。おっとおっと、今掃除機かけた後だぜみたいな。なのがもうちょっとたまらんすぎて、思い切ってルンバを買ってん。うちの末子のさ、ラムスケっておんねんけど、ラムって言うんだけどさ、くっさやんちゃんやんか、もう、子供の時からやばかってんやん。てか、悪さの次元が違う猫っておるねん。なんか、絶対嫌がるくねみたいなのを、あえて分かってやってんのちゃうかなっていうぐらい。例えばさ、机の肩にさ、お茶置いとくやんか、それ、角に置いてんのにちゃんと分かってんねやん。ポーンって押して落としよんねん。それぐらい昔からやんちゃうねん。ほんでもうなんか、紐という紐は、なんか、引っ張れみたいな概念やから、あいつ。もう紐という紐全部ちぎるし、壁ね、壁こういうところね、クロス。こういうもんは、爪研ぎやと思ってるから、全部爪研ぎと思ってはるから、もう全部ビリビリよ。彼は怪獣なんですよ、まあいわゆる。で、ルンバは最近こうて、で、うちのさ、3匹おるうちの上2匹は、まあビビっとってん、ずーっと。変やけど、こいつ、1日目から全くビビらん。最初はちょっと逃げたりはしてんけど、もう最近慣れてきてね、ルンバと戦いやすの。動き出した瞬間、戦闘態勢。こうやって。ねえ、ラム？あの、猫のさ、毛をさ、めちゃくちゃブラッシングするたびにすっごい量取れる、ファーミネーターっていうやつなんやんか。有名な、あれなんで、持ってらっしゃる方すっごい多いと思うんやけど、ファーミネーターすげえぜ。もう、ちゃんとブラッシングするやん。抜け毛がマシになる。で、やりすぎてすっごい量抜けて、なんか、一匹分の猫仕上がったもん。毛玉が。これはもう缶毛器の第二型ですわ。ぜひ犬か猫飼ってらっしゃる人、ファーミネーター買ってください。まだ飼ってない、こうやったら。東京行けんのかねなんか、行けてほしいねんけど、今回さ、3日行くねんけどさ、友達と遊ぶの日が1日、友達のイベント参加するの1日、最後仕事やねんけどさ、え、これちょっと、仕事しか行かれへんとか、ウキやむで遊びに行きたいもん、さすがに。ずっと仕事ばっかして、してんのに、腰とら。は、マジで雨し、マジで雨、むかつくわ。このタイミングじゃないやろ、絶対。大雨、洪水警報出すとか。さっき、緊急アラームで起きたんやね、ウキと。土砂災害注意報みたいなの出てさ、ガチ？と思ってんけど、まあまあ大丈夫そうでした、今の感じじゃ。雨もちょっとやんできたし。さあ、アラームで起きるっていうのもレアよね。うん、ありがたいです。そうじゃないとまた寝相しました。まあ、そこは感謝させていただくけれども、できれば楽しく東京に行きたい言うてんねん。なんだい？そうなの？そうにゃ。どうした？そうなん？ほうね。雨降ってて外出られへんの？ご飯食べた？もう話しかけたらもうすんねんな。ラム？はーい。マジでさ、猫翻訳機欲しいね、ウキ。なんか、猫の喋ってる内容を読み取れる機械みたいなの誰か開発してくれへん？なんかすっごい喋りかけてくれんねん、こんな風に。そうなん？待ってな。最近家にずっとおるからさ、猫とおる時間がすっごい長いのよ。猫の話ばっかりしてるな、今日。もう猫と一緒におりすぎて、こっちから私も猫になるんじゃないかなっていう気分になってます。生まれ変わったら昔は金持ちの家の猫になりたいと思っとったんけど、クソもんなそうやな、こいつらの人生ずっと言おうの。楽しいからもう。やろうにゃー。かわいい。食べてやろうかな。はい、もう今日はどっちみち雨で化粧も崩れるし、コスト適当でいいやっていう感じで、こんな感じで終わったコストね。最後、天まで伸びるマスカラよっつって、今何時？やばいって頼む、びっくりした今の時間見て、ちょっと待って、くっそゆうりな化粧しとったけど、もっと焦らなあかんやろ、普通に考えて。ネモグラウンって言うてんのに。今日余裕で言ってたわ。もうなんかさ、あかん、起きて悪いところやねんけれども。もうなんか起きた時間が絶対に間に合わない時間やったら焦らないっていう体質になってしまってます。それダメなんですよ。うん。それ、ダメなの。言っておくけれども、誠意だけは見せようぜ、みたいな。遅れてごめんなさい、みたいなスタイルだけはここで見せとこうぜって何のための YouTube な。まあでも、それでも、仕方ない。今撮った時間も戻らないし、もちろん、時間を巻き戻すことは人はできないねんから、そういう時は誠意込めて謝ればいいんです。本当にごめんなさい！
キモードさんちへいらっしゃい。はい、というわけでなんと決勝終わったんで、今から東京にレッツラゴーしたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画がおもろいなと思ったその君にチャンネル登録、グッドボタン、高評価とインと無断転載どんどんしてさー。というわけで次回の動画配信でお会いしましょう。ハラねー。急げ、急げ、急げ、ランチラン、急げ、急げ、急げ、ランチラン。